本当にこの道で合ってんだろうな。編集長にもらった地図だともう少しで江戸川邸に着きそうだよ。行方不明とか聞いたせいか、なんか薄気味悪い場所だな。江戸川乱歩、代表作は D 坂の殺人事件、怪人二重面相など、キャラクター設定に男装や女装を取り入れたり、時には少年愛や少女愛など過激なテーマを扱うこともある。エロティックかつグロテスクな表現で読者を飽きさせない作品が人気の推理小説家。なぜだろう、早くもいい予感がしない。本当の事件じゃないと良いのだが。人を殺す方法をネチネチ考えて書き連ねてるなんて、どうせろくでもないやつに決まってますよ。お前の小説も大概暗いのばっかじゃねえか。人間の心の機微を被災に描写したら、うつうつとした部分が少し際立ってしまっただけだ。君こそ自分しか伝わらない表現をドヤ顔で多用しているじゃないか。ユアン、ユヨンとか。オノマトペだよ、巧みな表現と言え。おや、なんだろうこれは。資料に何か挟まって、あ、写真だ。まあ、うわ、またどえれえ格好してんな。黒いシルクハットに片メガネって。彼の代表作に出てくる怪人のようだね。今はこんな外見をしているのか。ほら見ろ、やっぱりろくでもないじゃないか。髪色も明るいし鼻も高い、西洋人のような顔立ちだ。しかしこれだけ目立つ容姿なら、むしろ探しやすいんじゃないかな。さすが芥川先生、おっしゃる通りです。さっさと捕まえて牢にぶち込んでやりましょう。あ、太宰君、君はもう少しだけ落ち着こうね。まあ酒飲みてえな。江戸川を見つけるためにもまずはパーッと飲んで景気づけしねえと。君の頭にはそれしかないのか。と、ここのようだ。お、ずいぶん立派な屋敷だな。確かに趣のある邸宅だね。明かりはついていないようですね。ご家族も留守なのかな。とりあえず行ってみるか。出ねえな。おい、イルス使ってんじゃねえぞ、出てこいよ。俺借金の取り立てか。君は行方知れずの相手が正面から出てくる方がおかしいだろ。まず家に行こうって言い出したのはおめえだろ、ダサい。まあまあ、本人はともかく崔君に話を聞ければと思って伺っただけなんだし。でも留守にされているんじゃ。おい相手っぞ。え、鍵もかけずに家を出るなんて岩手のど田舎じゃあるまいし。